皆様こんにちは政ジ、エンターティメントニュースに関するチャンネルでございますこれから本日のトップニュースをご覧くださいニューストップ芸能芸能総合浜崎あゆみドラマの話題芸能ニュース浜崎あゆみの実話ドラマ M に業界の闇の声全評判が最悪ファンからも不満あゆのドラマ m 全評判。芸能界の闇って、漢字。三浦翔平が、マックス松浦役いくら何でも美化しすぎ、三浦翔平のロマンチックな場面になると、マックス松浦の顔が浮かびそうで怖いという声も、集まっている。浜崎と松浦の過去に恋愛関係にあったことが、広く知れ渡った。2019年に発売された原作、MI すべき人がいて、伝統者がきっかけだ。 しかし、その10年以上前の2008年にも週刊し、フラッシュ、公文社で1999年頃のものと思われる二人のキス写真が掲載され、ファンを騒然とさせた。浜崎の人気が低迷した2018年頃、ファンから寄せられた批判の声に対し、松浦氏は、みんないろいろ言う割には、あんまり何もわかっ俺たちは、そんな単純な関係ではないと自身のツイッターに、 と、浜崎ファンから、つい、ヒートアップして批判的になりすぎてしまった。あゆと、松浦さんにはファンには、計り知れない絆があるんです。これからも二人で頑張ってほしいです。とのツイートが、集まったが、一部のファンの反感を買う結果とな、た。現在も一部の浜崎ファンは松浦に対して、あゆを見つけて育ててくれた。松浦さんには感謝。ファンを蚊帳の外にするような言い回しのツイートを見て少し、苦手になった。 個人的には、松浦とあゆの大恋愛とか破局とか、そういう、ドロドロしたものは知りたくなかったな。例二千二十年四月十五日二十一時零分、リアルライブ写真拡大十八日から、放送スタートする土曜ナイトドラマ、M 愛すべき人がいて、テレビやプロデューサーと、歌手、二人三脚で頑張る純粋な関係が理想だった、と批判している。様々な意見が集まっ果たして本作は。 浜崎ファンの心をつかむことができるのだろうか。今後の放送情報や視聴者の反応に、注目記事内の引用について、松浦雅人氏の公式ツイッターより https コロンスラッシュスラコム、マックス松羅とウィット外部サイト暴露本は話題になっても CD の売り上げは、さっぱりだった、浜崎あゆみ難航する、浜崎あゆみ暴露本ドラマの主人公を選び、おっさんずラブ枠で話題となるか。 小田裕二のモノマネが似すぎスーツに出演メンバーが、ネプリーグ出演。中島優斗に、もう突っ込み、浜崎あゆみをもっと詳しく、崎あゆみと、時を長瀬智也が最接近かライブかテレビで共演も、浜崎あゆみやプル a など ABEX が、ライブ映像を無料公開、長瀬智也、対処報道で、浜崎あゆみ反撃心自伝、第2弾への期、毎週土曜。 夜11時15分に避難の声が集まっている。本作はノンフィクション作家小松成美氏による同名小説が原作の実写ドラマだ。歌手の浜崎あゆみのデビュー。浜崎の所属事務所、ABEX の代表取締役会長 CEO、松浦正都との大恋愛を描く。浜崎役を演じるのは、本作が連続ドラマ初主演となる歌手の安西可憐、浜崎を 一流の歌手に育て上げた、プロデューサー、松浦氏の役を、三浦翔平が演じる。主題歌は、本作のタイトルにもなっている、浜崎歩の名曲。浜崎ファンからは、原作読んでたから、すごい楽しみ。文章では伝えきれない部分も表現されているといいな。自分にとって、MI すべき人がいては、 青春の曲だから90年代とか2000年代の雰囲気をどんな風に演出してくれるのか楽しみ。ゆにはまり始めていた当時を振り返りながら見たいが、という期待の声が高まっている。その一方で、単なる枕営業のドラマに見えてしまう。プロデューサーと歌姫残って、全然ロマンチックに見え